なブスかよ。さすがね、マスター救出大成功。なんでお前らがここに。マスターを助けるためにこっちも手を打っていたの。その一つがラクサスよ。抜け駆けしやがって。隠密作戦だったんだ。すげえなこの船、全然弱ねえ。つが勝負しようぜラクサス。うぜみんな、最高の家族じゃ。フェアリーテール、フェアリーテール正式に復活を祝して。おかえりマスター。あれ、マスターはエルザだから、あとマカロフさんかな。なんか閉まらないわね。マスターでよい、私は辞退する。アシカちゃん、ただいま。じゃあ8代目ってことになるのか。マスターやるの3回目ってこと。何回生き返ってんの。いや、死んでないし。こうなったら死ぬまでやってやるわい。それぞ男。それ前にも聞きましたよ。酒だ酒、酒持ってこい。飲んだ。それにしてもお前らブルーペガサスにいたとはな。接客の仕事も悪くない。まあボロ酒場の方が落ち着くけどな。ラクサスさんもやったんでしょうか、そのいわゆるおもてなしというものを。たまにはね。これがまたウケるのよ。余計なことは言わんでいい。そういえばソラナとは連絡取れたの。ああ、かなりプンス化してたが。海を走る神殿でね、それでね、お魚がたくさんいてね、すごく美味しそうだった。なんだ、お前も乗り物ダメになっちまったのかよ。はい。まあ気にすんな、俺は昔からだ。それ慰めてるつもりなのか。やんのかてめえ。上等だ。今の流れからなんで喧嘩になった。もう馬車に乗れない。それそんなに残念。グレー様、ジュビアにもぜひおもてなしを。何の話だ。フェアリーテール最高。この国ではスターマンゴーは食べられないのか。聞いたことないわね。男の味なのか。え、それなんかやだ。騒がしいなあ、もう。でもやっといつも通りに戻ったね。うん。フェアリーテールにマスターが戻ってきた。ラクサスや雷神衆たちも。西の大陸、アルバレス帝国、そこには私たちの想像を超えるような魔導士たちがいた。そして黒魔導士ゼレフは皇帝スプリガンを名乗り、アルバレスの頂点に君臨していた。フェアリーテールの地下にある初代の体、ルーメンイストワールを手に入れるために動き出そうとしている。戦いが始まる。おそらく今までで一番厳しい戦いになる。誰も失いたくない。いつものように勝利して、こうしてみんなといつまでも笑っていたい。この時はそれだけが私の望みだったんだ。おお、みんなすまなかった。言い訳はせん。皆の帰る家をなくしてしまったのはわしじゃ。本当にすまない。マストから聞いたぜ。俺らを守るための判断だったんですよね。気にしてないわよ。そうよ、ギルドはもう復活したんだから。新規臭い顔すんなよ、酒がまずくなる。さらにわしの策さえ無意味じゃった。アルバレスはここに攻めてくる。
巨大な大国がこのギルドに向かい進軍してくるのじゃ。それがどうした。俺たちは今まで何度も何度もギルドのために戦ってきた。敵がどれだけ強かろうが、大切なものを守りたいって意志が俺たちを強くしてきたんだ。恐怖がないわけじゃねえ。どうやって下ろしていいかわからねえ重荷みてえだよ。けどみんながきっと手伝ってくれる。本当の恐怖はこの楽しい日の続きがなくなることだ。もう一度みんなと笑って過ごせる日のために俺たちは戦わなきゃならない。勝つためじゃねえ、生きるために立ち上がる。それが俺たちの戦いだ。全員覚悟はできてるみてえだぜ。わしもじゃ。よいか、我が家族に噛みついたことを後悔させてやるぞ。返り討ちにしてやるわい。燃えてきた。必ず勝利しましょう。当たり前だ。負けられぬ戦いだな。敵はゼレフ。 EMD、私たちなら大丈夫。俺らも戦うぞ。ギルドを守るんだ。今度こそ必ず。私も1年の修行の成果を見せたいしね。ミラちゃん修行してたの？ぶっ飛ぶくらい強くなったのよ。私もね。やっぱいいねギルドって。戦いの前に皆に話しておかねばならないことがある。ルーメン・イストワール、正式名称フェアリーハートのことじゃ。それについては私から話しましょう。六代目、いえ八代目。初代？この初代は幽体なのか、それとも。皆さん、フェアリーハートは我がギルドの最高機密として扱ってきました。それは世界に知られてはいけない秘密が隠されているからです。ですがゼレフがこれを狙う理由も皆さんは知っておかねばなりません。そして私の罪も。初代。良いのです。すべてを語る時が来たということです。これは呪われた少年と呪われた少女の物語。二人が求めた一なる魔法の物語。